皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。東京都知事選で大躍進した2位になった石丸伸二氏。なんと、石丸新党立ち上げかということで、YouTube チャンネルリハックで明言ということで、ライブ配信が行われた内容を簡単に紹介をしていきたいと思います。東京都知事選で、なんと、蓮舫氏を抑えて2位の大躍進、大活躍の石丸伸二氏ですけれども、2024年7月10日、リハック出演会にての、新党立ち上げの発言ということですね。で、これについて別に具体的にすぐ何かやるということではなくて、今後について聞かれたときに、その既成政党嫌な人いっぱいいますよね、と。それを倒すために、仲間を集った新党っていうのを、選択肢としてあり得ますよということです。皆さん、多分多くの国民はこれ期待してますよね。新党を立ち上げて、だからもう立憲も自民も嫌なんですっていう人もいっぱいいるわけですよ。維新も含めてですけれども、というところですね。で、出演した、政治学者ですかね、西田さんという方が、次の衆議院選挙絶好のチャンスじゃないですかっていう感じだったんですけれども、石丸さんとしては新党立ち上げたことないし、次の衆議院選挙さすがに間に合わないんじゃないのと。で、別に次の衆議院選挙に間に合わなくても、どうせ既成政党は人気が落ちるだけだから別に慌ててやる必要はないと。言ったようなことは言ってましたけれども、いや、次の衆議院選挙めっちゃチャンスでしょうと。そして多くの国民は簡単に忘れます。今、都知事選で、このね、石丸ブームが起きてる時に新党を立ち上げ、次の衆議院選挙どこだってやるのが、一番いいですよね。もう、次の次になっちゃったら、多くのバカな国民はもう忘れてますから、そんなもんですから、本当に狙うんだったら、もう絶対に次ですよねっていうことだと思います。で、結局、その石丸氏が蓮舫を破った理由っていうのは、やっぱり国民の多くは もう自民党だけじゃなくて立憲も嫌なんですよ。もう自民も立憲も嫌。で、維新も嫌。公明ももちろん嫌。共産も嫌。もう全部嫌なんですよ。ろくな、もう全部既成政党が、もう元自民みたいな人が割れて、あちこちやって、野党も仲違いしてバカなんじゃないですかっていうことで、もう既成政党にうんざりしてるんですよ。自民は嫌だけど、立憲も嫌なんですよ。だけど仕方がないから立憲に入れてるって人もいっぱいいるのに、だからこそ、唯一、政策的にはちょっといろいろな疑問符がつきますけれども、そういう意味で全然既成政党の色がないのが令和しかないんですよね。ただ令和はもうね、第二共産党っていうぐらい、もうちょっと政策が左に寄りすぎてるので、それでもやっぱり既成政党ではないので私は令和を応援してますけれども、でもその令和みたいな偏りじゃなくて、もうちょっと中道でまともな新党ができたら、これ全部持ってきますよねっていうことで、それが石丸さんは非常に可能性がある。本当に、この既成政党も本当に嫌だっていう人の、アイコンとして石丸氏は非常にいいポジションにあるということは、もう誰もが見てるところで、ぜひやっていただきたいですよねということだと思います。で、さらにこの、石丸新党立ち上げで、どういう人が仲間になるかですよね。だから今までにないような人たち、例えばね、なんか有名な YouTuber が出るとか、その企業、それこそだからホリエモンとか、そのぐらいのクラスの知名度がある人とかですね。そういう人たちが出てくる。要は政治屋さんじゃない人、YouTuber だとか、例えば、ね、ワンオクの人とかが出るのか分かりませんけれども、なんかそういうアーティストとかミュージシャンとか、経営者とか、とにかく今までの既成政党と違う人がバーッと出て、しかも人気もあって知名度がいる人がいっぱい出てくれば、衆議院選挙大躍進の可能性があります。で、令和って既成政党じゃないんですけど、山本太郎以外全部無名なんですよ。大石さんが唯一ね、あれですけれども、とはいえ小物すぎ、その小物すぎって別にその人的に悪いわけじゃなくて、知名度と人気度的に小物すぎなんですよね。やっぱり知名度のある人、結局、その選挙なんてもう人気投票なわけですよ。知名度争いなわけですよ。だからホリエモンとかね、例えばそのホリエモンとか、例えばなんか YouTuber の誰々みたいな、わかりやすい人が出てくれば、一挙に、バーッと行く可能性がありますし、ただそこで石丸新党を立ち上げました。なんか政策的にはなんかすごそうな人だけど、一般人知りませんみたいな人が出てくるとちょっと弱いのかなと。そういうことはね、さすがに、よくわかってらっしゃる方なので、知名度の高い人たちが集まってくれば、これ、
衆議院選挙で大躍進の可能性あると、もう立憲も嫌なんですよ。でも立憲嫌だけど自民がひどすぎるから、みんな仕方がなく立憲しかないから立憲に入れてるだけで、だけど立憲以外の選択肢があるんだったら、もうみんなこっち行きますよねっていうことだと思うので、ぜひね、次の選挙、石丸新党をやっていただきたいなと思います。ただですね、これ、私もすごい気になっているのは、石丸さんは、マスコミに対してブチ切れるとか、僕はそういうことはどうでもよくて、政策へビジョンが全然ないんですよね。で、それ、今回番組で、ね、西田氏にすごい突っ込まれていて、新党立ち上げとか、そういうのはいいんですけど、政策とかビジョンみたいなのはあるんですかって、何度も3回、4回質問しても、具体的なものが出てこない。で、3つの政策っていうのを秋田方氏に挙げたのを東京バージョンにしましたって言ってるけれども、大きなことを言ってるけれども、じゃあ具体的に何やるのっていうのがよくわからないということで、言ってみれば、政局、だから石丸さんも政局を見るのはすごい、政局と戦略はすごい優れてるんだけれども、具体的な戦略、政策やビジョンって実はあんまりないんじゃないかっていうところは、これ西田氏が非常にいい突っ込みをしていて、そこを国民が見れるかどうかっていうところはあると思うんですけど、ただもはや、都知事選じゃなくて国政になったらもう、具体的な政策やビジョンなんてどうでもいいから、もう既成政党を全部倒してくれっていうニーズは、それだけで改革にはなるっていう意義は、都知事選とは違って意味がある投票にはなるんじゃないかなと思います。というわけで、石丸新党立ち上げたということで、リハックですね、ぜひ見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。